犬や猫のペットブームの現在、たくさんの動物たちがこの世に誕生し、ペットとして飼われています。その中でも、パピーミル、子犬工場で子犬を産むために飼われている犬たちがいるのも現状としてあります。今回の物語は、パピーミルで生活していた犬の物語です。最後までご視聴いただけたら幸いです。イングリッシュブルドッグのシュニッツェルの人生は生まれた瞬間から大変なものでした。アメリカ・アイオワ州のパピーミルの狭い檻の中で過ごすシュニッツェル。シュニッツェルは不衛生で劣悪な環境で次から次へと子犬を産まされるというものとして扱われてきました。この檻から出たいな。私の子供が生まれても、ここの人はすぐに持って行っちゃう。どこへ連れて行ってしまったの？こんなに狭い檻の上、劣悪な環境下で、子犬を産むための道具として使われていたシュニッツェルの気持ちを考えると、胸が痛みますよね。シュニッツェルたちの人生は、何も満たされないまま人生を終えるのでしょうか。そんな頃、パピーミルを摘発する人々が現れました。アメリカ・テキサス州に活動拠点を置く DFW パグレスキューのボランティアたちがパピーミルから37頭のパグを救出しました。その時スタッフたちは偶然檻の中にいるシュニッツェルとその姉妹たちも発見し保護したのです。ボランティアたちはパピーミルの経営者に尋ねます。檻の中のブルドッグたちはどうするつもりなんだ。皮膚病にもなり、視力の低下も見られる。あなたたちがやったことは、生き物としてこの子たちを扱っていない。怒りをあらわにするボランティアスタッフとは反対に、冷静な表情で経営者はこう答えました。おそらく、すべて殺処分する。同じ人間としてこのような心ない言葉にとても傷つきますよね。そう聞いてはブルドッグたちも放ってはおけないスタッフたち。君たちも助けてあげるからね。今までよく頑張ったね。この団体はパグ専門の動物保護団体なのですが、檻の中にいたブルドッグたちも一緒に救出しました。救出されたシュニッツェルをはじめとするブルドッグたち3頭は、ブルドッグ専門の動物保護団体が受け入れてくれることに。名前は、それぞれシュニッツェル、アンジェリーナ、ジョリーと名付けられました。3頭の中でも、特にシュニッツェルはたくさんの病気を抱えていました。シュニッツェルの両目は、チェリーアイになっており、視力を失っていたのです。胃腸の機能低下に加え、肌は毛包中症と回旋という皮膚病にかかっており、耳にも感染症がありました。そして、尾を切断された後、十分なケアがないまま感染症を発症していました。それだけではなく、ケネルコフという気管支炎、肺炎も併発し、重症な状況でした。こんな重症な状況で長期間放置されていたシュニッツェルは、生きてることが奇跡です。病気は、すべて劣悪な環境のパピーミルが原因だと考えられます。険しい表情で話す保護スタッフ。こんなに多くの病気を抱えたシュニッツェルには、なかなか里親が現れないだろうと誰もが心配しました。しかしシュニッツェルの話を知った女性のアシュレイさんは里親候補として名乗り出たのです。アシュレイさんと夫のハンスさんは自分たちが飼っているブルドッグハマーのパートナーを探しに施設を訪れていました。この子は問題だらけだけど大変な環境を生き抜いてきたことに
とても尊敬します。きっとハマーと仲のいい兄弟になっているはず。シュニッツェルに一目惚れしてしまったのです。アシュレイさんは笑顔で言いました。夫のハンスさんはなぜそんなトラブルをたくさん抱えた犬を妻が選んだのか理解できませんでしたが、ハマーもシュニッツェルに対して好意を抱いたので家族として迎え入れることにしました。シュニッツェルは精神的にも過酷なパピーミルでの生活から人間嫌いになっていました。アシュレイさんはこう言います。シュニッツェルは人間嫌いだけれど、なぜか不思議と心が通い合いました。本来のシュニッツェルはきっと愛らしい犬だと感じていますと、アシュレイさん。またアシュレイさんがもともと飼っていたハマーとの相性がいいのも救いでした。シュニッツェルは当初新しい家に馴染むことがなかなかできませんでした。ずっと狭い檻の中に入れられていたので当然ですよね。何もかもが初めての経験で戸惑った表情のシュニッツェルでしたが、相棒のハマーとアシュレイさんたちに温かく見守られながら徐々に心を開くようになっていったのです。しかしシュニッツェルは新しい環境に馴染んだのもつかの間、悲劇が襲いかかりました。相棒ハマーが認知症を患ってしまったのです。ハマーはパートナーであるシュニッツェルがどういう存在なのかさえわからなくなる時があり、攻撃的になります。しかしシュニッツェルはハマーの病気を理解しているかのように優しく接しました。不思議なことに2匹はなんとかうまくいくのです。そんな2匹のところにオス犬のブラートブルストが家族として仲間入りしました。実はブラートブルストとシュニッツェルはかつて同じパピーミルにいたそう。ブラートブルストもパピーミルから救出され他の家に引き取られたのですが、再び保護団体に戻されてしまったというのです。そんなブラートブルストを憂慮した同団体がダメ元でアシュレイさんにブラートブルストの面倒も見てもらえないかと要請したのがきっかけで、アシュレイさんは快諾したのです。アシュレイさん曰く、こんなに気楽な犬は私はこれまで会ったことがないですと笑顔で話します。ハマーは時々地方症のせいで狂ったように暴れるのですが、ブラートブルストもそんなハマーをなだめます。またシュニッツェルがおどおどと怯え出すのですが、ブラートブルストがそれも抑えてくれる思いやりあるブラートブルスト。ブラートブルストは2匹を支えるのがとても上手みたいですね。素敵な家族が増えてよかったですよね。人間不信に陥っていたシュニッツェル、アシュレイさん夫婦とハマーに出会い、徐々に人間不信を克服できて本当によかったよね。そしてまるで赤い糸をたどってやってきたようなブラートブルストも加わって、3匹の調和がうまく取れたことはまさに運命だったんじゃないかな。犬たちを見ているといろいろなことを学ぶことができるよね。いろいろなことはあるかと思うけど、アシュレイさん家族と兄弟がいればどんなことでも乗り越えることができると思うな。末永く幸せに暮らしてほしいね。ご視聴いただきありがとうございました。